そんなご両親のもとで健やかに育ったご神父、小さい頃の特技は輪投げで、夏祭りの出店では大活躍だったそうです。中学高校とお友達にも恵まれ、大学時代はミスユニバースに選ばれるほどの人気者でした。現在は株式会社インタース・テラーにて未確認飛行物体のキャビンアテンダントとしてご活躍中です。そんなお二人ですが、およそ3万光年の遠距離恋愛を乗り越え、今日の良き日を迎えられました。どうぞお二人お幸せに。あ、やっぱ宇宙人か。